症法融合とは、症法が他の症法や細胞膜と合体することである。分泌症法からの分泌の最終段階は、症法と細胞膜の融合であり、液ト細胞質によって分泌症法の内容物が細胞外へ排出される。症法はリソソームなど、他の細胞区画とも融合することができる。液ト細胞質は分泌症法が 細胞膜のポロソームと呼ばれるお椀型の構造に一過的なドッキングと融合を行った際に生じる。消耗融合は細胞内のカルシウム濃度が上昇した状況下でのスネアタンパク質の作用に依存している可能性がある。様々な刺激が細胞内の CA 2濃度を高めることで消耗融合を引き起こす。単一の臨質または混合物からなる。 モデルシステムを用いて融合過程の研究がなされており、より小さな長分子の凝集のための覚醒性や生体膜構造の相変化などによるこの過程の説明が試みられている。シナプス商法の融合過程が開始されるには、商法は標的膜から数ナノメートル以内に位置しなければならない。両者の膜が十分に近接することで、 特定のタンパク質による接合部からの水の除去と細胞膜と消胞の間での脂質の交換が可能となる。適切な位置に来た消胞はシナプス全膜に活動電位が伝達され CA2 が細胞内に流入するのを待つ。CA2 は神経細胞内のシナプトタグミンなどの特定のタンパク質と結合し消胞と標的膜との完全な融合を引き起こす。 スネアタンパク質は、どの膜が、どの症法の標的となるかを媒介する役割も果たしていると考えられている。神経伝達物質のエキソサイトーシスを駆動する分子装置。コアスネア複合体は、シナプトブレビン、シンタキシン、スナップマイナス -25 からの4本のアルファヘリックスによって形成される。シナプトタグミンは、カルシウムセンサーとして機能し、 スネアのジッピングを調節する。症法と細胞膜上にそれぞれ一致するスネアタンパク質がトランス複合体へと組み立てられると複合体は向き合った細胞膜と分泌症法の2つの脂質二重層のブリッジとなり両者を近接させて融合を誘導する。細胞内へのカルシウムの流入が組み立て反応の完結の引き金を引く。この過程は カルシウムセンサーと推測されるシナプトタグミンと膜脂質または部分的に組み立てられたスネア複合体との相互作用によって媒介される。ある仮説ではスネア複合体内のコンプレキシンがシナプトタグミンと相互作用することが示唆されている。クランプ仮説ではコンプレキシンは通常は小胞の細胞膜への融合を阻害しているとされる。しかし、 c a にイオンがシナプトタグミンに結合すると、コンプレキシンが放出されるか、不活性化され、症法は融合できるようになる。ジッパー仮説では、複合体の組み立ては、スネアモチーフの N 末端部分から開始され、タンパク質が膜に固定されている C 末端側へ向かって進行するとされる。トランススネア複合体の形成過程では、 スナップ -25 と新シ,シン1からなる中間複合体がまず形成され、その後にシナプトブレビン2が加わる。融合の結果形成されるシススネア複合体の安定性からは、組み立て過程で放出されるエネルギーが膜管の反発力を乗り越える手段となっていることが予測されている。ストークや融合細胞の形成など、 膜融合のその後の段階にはいくつかのモデルが提唱されているが、正確な機構には未だ議論がある。融合細胞の形成のモデルに関しては、脂質で裏打ちされた融合細胞とタンパク質で裏打ちされた融合細胞という二つの主要な仮説が存在する。脂質で裏打ちされた融合細胞脂質で裏打ちされた融合細胞の形成モデルでは、 双方の膜が共に湾曲して接近し、初期融合細工が形成されるとされる。二つの膜が臨界距離を超えて近づくと、一方の膜の脂質の頭部は他方の膜へ挿入され、融合細工の基礎が形成される。融合細工の形成機構として可能なモデルの一つは脂質で裏打ちされた融合細工の形成である。このモデルでは、スネア複合体の ジッパー気候によって膜が十分に近接すると膜融合は自発的に生じるとされる。二つの膜が臨界距離内に近づけられると一方の膜の脂質の浸水的な頭部が向き合った膜に挿入される現象が生じることが示されている。このモデルではスネア複合体は足場として双方の膜を臨界距離内に双方の膜を引き付ける機能を果たすとされる。 二つの膜の融合が開始されると脂質で裏打ちされたストークが形成され、融合の進行とともに外側へ広がっていく。脂質で裏打ちされた細胞は形成可能であり、初期細胞形成で観察されているのと同じ特性を得ることができるが、これが唯一の方法であることを証明するだけの十分なデータは存在しない。今のところ脂質で 裏打ちされた細胞の変動を細胞間で調節する機構は提唱されておらず、タンパク質で裏打ちされた細胞と比較してキスランのような効果を生み出すのはかなり困難であると考えられる。また、脂質で裏打ちされた細胞の形成効率は双方の膜の組成に大きく依存ており、その性比は男性や合成の変化によって大きく変動すると考えられる。 タンパク質で裏打ちされた融合最高融合最高の形成機構として可能な他のモデルはタンパク質で裏打ちされた融合最高の形成である。このモデルではカルシウムによるシナプトタグミンの活性化の後、いくつかのスネア複合体が集合してリング構造を形成し、シナプトブレビンが小胞膜に、シンタキシンが細胞膜にそれぞれ最高を形成する。 初期細胞が拡大するにつれて、双方の脂質に重層から脂質が取り込まれ、最終的に2つの膜は完全に融合する。このモデルでは、スネア複合体はより活発な役割を果たす。初期細胞は完全にスネア複合体によって構成されているため、細胞を細胞間で調節することは容易であり、キスラン機構より容易に達成することができる。 タンパク質で裏打ちされた最高の形成は、初期最高形成で観察されている条件をすべて満たすが、一部のデータはこの仮説を指示しておらず、これが主要な方法であることを示すだけの十分なデータは存在しない。タンパク質で裏打ちされた最高の形成には少なくとも5コピーのスネア複合体が必要であるが、融合はわずか2コピーでも観察されている。どちらの仮説では、 スネア複合体の機能には大きな差異はなく、融合の開始にはスネア複合体全体が必要である。しかしながら、インビトロでは V スネアを含むシナプス症法との CA に非依存的な自発的な融合を駆動するには、新シ,シンだけで十分であることが示されている。このことは、神経細胞での CA に依存的なエキソサイトーシスにおいてシナプトタグミンは、 CA2 イオンの非存在下では、スネアのダイナミクスを阻害し、CA2 イオンの存在下では、膜融合過程のアゴニストとして採用する二重の調節因子であることを示唆している。シナプス症法がシナプス感激に神経伝達物質を放出する際、症法がシナプス全膜と完全には融合しない場合があることを一部の神経科学者は示唆している。 神経伝達物質の放出後の症法の再形成の際にエンドサイトーシスが常に起こるかどうかに関しては議論がある。症法の内容物を細胞外液へ放出する際の完全な膜融合以外の機構としてキスランと呼ばれる機構が提唱されている。この機構では症法はシナプス全膜に小さな穴を形成するだけであり、 内容物が標準的な拡散過程によってしばらく放出された後、シナプス前細胞の中へ戻っていくことが示唆されている。この機構はクラスリンを介したエンドサイトーシスを回避する方法であると考えられる。また、消状の再充填の際にエンドソームへ戻る必要がないことも提唱されているが、どのような機構で再充填が行われているのかは十分に理解されていない。 この機構は、症法の完全な膜融合過程を排除するものではなく、シナプス感激で両方の機構が動作している可能性があることを述べているに過ぎない。また、キスランは内分泌細胞で起こることが示されているが、シナプス感激で直接観察されているわけではない。ありがとうございます。